皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学生の悩みの2回目、今回は行動しなければ何事も変わらないって、これって知ってるんだけど、あ、自分行動できないんだよな、めんどくさいんだよなって、そういう人いますよね。そういう人ってある日突然というのを待ってるんですね。そのある日を、ある日突然英語が話せるようになる、何もしないのにある日突然テストで満点を取ることができるなんて、そんなありえないある日、これをずっと待ってると。待ってても何も変わらないんですね。それ分かってるんだったらやはり行動しましょう、ね、人は少しずつしか変われません、ね、行動することで小さな変化が生まれて、その変化、これによって少しずつ人は成長していくと、ね、勉強も分かるようになっていくと。このことをしっかりやはり知っておくこと、行動しなければ変わらない、これをしっかり知っておくこと、これが大切です。ある日突然、ね、そんな日を待つのはやめましょう。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。